フランク・ドゥフェネクはアメリカ合衆国の印象派の画家、版画家、彫刻家である。ケンタッキー州のコビントンにドイツ移民の息子に生まれるが、父親はドゥフェネクが生まれて、すぐの1849年にこれらの流行のために没した。1850年に母親とシンシナティに移り、母親が食料店主と再婚したので、系譜の姓を名乗ることになった。 美術の教育を地元の教会の装飾画家の見習いとして働いて学んだ。1870年にミュンヘン美術院で学ぶためにドイツの渡った。ビルヘルム・フォン・ディーツやビルヘルム・ライブルに学び、オランダの巨匠ディエコ・ベラスケスやフランス・ハルスの作品から影響を受けた。1873年に一旦アメリカに戻り、1年後にオハイオの学校で教え始めた。 この時代に教えた学生には、ジョン・ヘンリー・トワックトマンや、ロバート・フレデリック・ブルームがいる。1875年のボストンアートクラブの展覧会で、批評家から高い評価を得た。1875年に、教え子のトワックトマンなど再びミュンヘンに渡り、ミュンヘンではアメリカから学びに来ていた、ウィリアム・メリット・チェイスや、ウォルター・シャーローと知り合った。 1876年5月にパリを旅し、翌年はトワックトマン、チェースと9ヶ月、ベネツィアに滞在した。1878年にミュンヘンに戻り、ポリングの美術学校で教授として教え始め、アメリカやカナダからの画家、例えばエリザベス・フォーブス、ジョン・ホワイト・アレキサンダー、ジョセフ・デ・キャンプ、ジュリアス・ロル・ショー・ベンダーを教えた。1879年に、 ドゥフェネク・ボーイズと呼ばれた何人かの弟子と、ベネツィアやフィレンツェを旅し、アメリカ人画家、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーらと知り合い、ホイッスラーとは協力して活動することになった。イタリア時代までは主に肖像画を描いていたが、風景画や風俗画を描くようになり、色調も変わった。百八十六年に、教え子でボストン生まれのエリザベス・ブートと結婚するが、百八十八年に、 妻を亡くした。ドゥフェネクはシンシナティに戻り、教職に戻った。妻の墓のために彫像を制作した。その後は主にシンシナティで過ごした。1906年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれ、1915年のサンフランシスコ・バンク博覧会に作品を出展した。ありがとうございます。